台湾の印象がまだそんなにこういう国だっていうのがあんま分かんなかったので、まあそういう意味ではこう台湾の人に向けたというよりかは、なんかこう橋爪優也のアイウォーターのシリーズを、まあまず台湾の皆さんに見ていただいて、展示会になればいいかな、自己紹介的な展示になればいいかなっていうふうに思って。漫画でいうコマとして捉えていて、始まりとしては漫画というのはもう、まあ、ストーリーものっていうのは起承転結があったり、まあ、すると思うんですけど、まあ、その中の一つのメインの、まあ、漫画家さんというところで見開きの一つこうどんどん大きくあったりするんですけど、あるようなページを、まあ、キャンバスと捉えて、その前後にはストーリーがある。だから、その泣いてる僕が書いたものの前後にはストーリーがあって、その、前のものと、結末みたいなものっていうのは、まあ、お客さんに考えてもらいたいなっていう意味を込めて、まあ、その中でもなんかこう喜怒哀楽の表現として、まあ、泣いてるものっていうのはいろんな撮り方がお客さんはできるかなっていうのもあったので、まあ、一つのアイコンとして、まあ、涙を持ってきて漫画の手法を、まあ、絵画的な解釈でやっているっていうところです。本当は僕自身は動物は動物でしかないっていう考え方の人だったんですよ。なんかそれに対してこう家族なんとかっていう人の理解はできなかったんですけど、まあ年もあるのかな、何かこう猫を少し自分の作品に入れてみたいなって思って、でも猫を作品に入れても自分が飼ってなかったらその気持ちが分かんないなと思って、本当に最近まあ、今言っていただいてもろこしを、まあ、飼うというか、ね、迎え入れたっていうのがあったんですけど、過去にお客さんにこの猫で何か作り作ってくださいって言われたことがここあってお断りしたんですが、その時は猫は猫でしかないので、どの猫も同じ顔になっちゃいますよっていう風に言ってお断りしたんですよ。ただ今はある程度猫の顔が判別できるようになってきているので、まあ多分そういう意味ではなんかすごく家族っぽくはなってきてはいますね。猫以外は描きますけど、そんなにまだそこに影響が与えられないかな、他の動物に関しては。やっぱ猫は特殊に、何ていうんですかね、自分の中にスッと入ってきた動物だったので、まあ、最近だと SNS とかに関して僕自身はあまり作品を上げなくなっちゃったかもしれないですね。はい、もっと自分が今どういう生き方をしてるかとか、どういうことに興味があるかっていう方をちょっと見てもらっていて、やっぱり作品が見たいからって言われるんですけど、僕的には橋爪優也を応援してもらってると思ってるから、そのアイウォーターという作品より橋爪優也の人間性が結果この作品を生むよね、だから橋爪優也のファンになりたいよねって思ってもらいたいので、そこはちょっとこう心がけて生きてるというか、なんかまあそれもまあ無意識に、まあ、そういう意味も込めて